王子、お使いお使い。ああ、今度のはね、レガリアの目、ヘッドライトの中の部品だよ。まだピンとこないかもしれないけど、これつけられたら旅が劇的に変わる。量産できればよかったのに。それもオートの部品なんだよね。外にあるのもわずかだし。オートじゃもう作れねえしな。そういうことが言いたいんじゃなくてね、数が少ないのは惜しいけど、とにかくとっても役に立つってこと。また取りに行くのが大変そうだけど、これは絶対レガリアにはつけてあげたい。レガリアも君たちも守れるものだから。ちょっと探索の使い頼まれてよ。わかった。ノクト、それなり。なんだろうこれ、なんかのスイッチ？扉のスイッチか。はあ、ここまで来れば出口近いね。そうだな。ああ、もう疲れた。部品が壊されてないといいけど。早いとこ見つけようぜ。王子、あった？見つかった？あ、持ってきた。本当？つけるのはもちろん王子の自由だけど、でもそれ一回くらいは使ってみて。これ普通と何が違うんだ？死骸に襲われなくなるんだよ。その強力な光で死骸が逃げるから。あ、すげえ。でしょ。これがもっと普及してから障壁が閉じてればね。もう20年前か。夜走ってた車が死骸に襲われたって事故があって、たまたま私それを近くで見たんだけど、このライトをつけてたらきっと無事だったんだろうな。ね。
ああ。じゃあ、これ使いたくなったら言って。本当に探索、お疲れ様。